集合時間になったな。おいら夢の中でも永遠をとってたぞ。場所はホテルドゥボールだったはずだ。早く出発しようぜ。おはようございます。グザビエさんからお聞きしましたが、昨日の午後はうまくことが運んだようですね。うん、あやかは昨日はどこか遊びに出かけたのか。昨日別れた後、お兄様はパレメルモニアにいらっしゃる最高審判官のヌビレット様のもとを訪ねました。私も一緒に行きたかったのですが、お兄様は自分一人が行けばいいとおっしゃいまして、それで私にはフォンテーヌの風景をたくさん見て現地の文化を感じるようにと、ですので宵宮さんと一緒に純粋船に乗ってエリニュス島の歌劇場に行ってみたんです。そうしたら歌劇場のそばでからくり人形が2人踊っとったんや。知っとるやろ。そうそう、それや。はあ、不思議やったなあ。私たちはそこに長い間座っていました。いくら見ていても飽きないような気がしまして。オイラたちも最初はそうだったな。それから海に泳ぎにも行ったんやで。正確にはダイビングやけどな。水中で息したんなんか初めてやったわ。彩香ちゃんと手つないで一緒に3、2、1って数えて、ほんでジャボンって水中に潜ったんや。最初はなかなか口を開けられへんかったけど、どうしても我慢できへんようになって思い切って大きく息を吸ったんや。結局何の味もせんかったわ。全然しょっぱなかった。気ぃついたらもう普通に息しとったな。変な感じやったわ。うち緊張しすぎて彩香ちゃんの手を痛いくらい握ってたんやって。彩香ちゃんはすぐに慣れとったけど、私は心の中で旅人さんにできたのだから、私たちもきっとできると思っていたんです。それで安心して潜ることができました。フォンテーヌの海底は実に綺麗ですね。水中で咲き誇るロマリタイムフラワーはまるで夜の街の明かりのようでとても素敵でした。稲妻では見たこともない生き物もぎょうさんおったわ。シュッシュッって光る刀を放ってくる魚とか、人を見るとプクプクってなる太っちょの生き物とか。ああ、狩猟動物とプクプク獣だな。プクプク獣って名前なんかあれ、かいらしいな。帰って父ちゃんやおっちゃんたちに話しても信じてくれへんやろな。宵宮さんは長いこと海で遊んでいまして、日が暮れてからやっと純粋船に乗り、フォンテーヌ邸に戻ったんです。今日は疲れて朝寝坊するのではないかと心配でした。自分でも起きられへんかと思ったわ。夜寝ててもまだ波に揺られてるような気がしてな。せやけど、今朝目開けてみんなと一緒に栄養を取れる思たら、ムンって元気がみなぎってきたわ。栄養の撮影といえば、他のやつはどこにいるんだ？お兄様はグザビエさんと一緒にホテルの支配人と撮影場所について相談しています。じきにいらっしゃるはずです。他の方は来たわよ。すまない、遅くなった。特巡隊の朝の10キロランニングを終えたばかりでな。何キロだって？眠くてたまらない。下の階まで君たちのおしゃべりが聞こえてきたよ。どうやら持て余すほど元気みたいだね。羨ましい。皆さん、おはようございます。おはよう。誰かコーヒーを頼んでくれない？ミルクは多め、砂糖は少なめで。私がお持ちしましょう。行かないでここに座って。メイクするから。衣装にコーヒーのシミがついても困るし。干したらうちが行くわ。これも監督女子の仕事やろ。彼女は本当に元気だね。何か秘訣でもあるのかな。よいみやはずっとこうだぞ。逆にフリーナは疲れてるみたいだけど、早起きが苦手なのか？そんなわけないだろう。一晩かけて小説を頭から最後まで読み返してたんだ。修正と強調が必要そうな段落に全部丸をつけてきた。おお、そんな真面目にやってくれてるなんて思わなかったぞ。ふふ、なんといってもかつてのフォンテーヌ人気No.1スターだからね。伊達にその座にいたわけじゃないよ。やるときはちゃんとやるさ。神を演じてたときは全力を尽くしてたんだ。自分の人生を真剣に演じないわけがないだろ。フリーナ監督、コーヒー持ってきたで。わあ、ありがとう。その呼び方もコーヒーの香りも朝の鳥のさえずりのように心にしみるよ。皆さん、時間通りに来たようだな。こちらの支配人と話がまとまりました。ホテルの2階部分はロケ地として自由に使わせてくださるそうです。本当か？よかったな。ええ、支配人の方はこの営々を有望視しています。これでホテルによりお客さんを呼び込めるのではと期待されているようです。ではグザビエさん、あとはお任せします。わかりました。ありがとうございます。まず皆さんに新メンバーを2人紹介しよう。こちらは我がクルーの道具係、ベロニカ。営々の撮影で使う道具の管理などを担当してもらう。こちらは我らが照明技師のボーノ。撮影時の照明設備やライティング効果を担当してもらう。おお、本当にプロの制作チームって感じがするな。まずは各位に心から感謝したい。昨日出資者から資金を出せないと言われた時、この営々はもう取れないと思った。だが思いがけないことに助けてくれる人がこんなにも大勢現れ、本当に感謝してもしきれない。そうおっしゃらないでください、グザビエさん。あなたの AA クルーに参加できて光栄ですよ。稲妻にいた頃からあなたの作品はとても印象に残っていました。今後この作品はきっとフォンテーヌと稲妻の文化の架け橋となってくれるでしょう。僕は作品のために来たわけだけど、もしこの AA に最高の監督がいなかったらどうなってただろうね。想像もできないよ。とにかく皆さんに約束しよう。この永遠のプロデューサーとして無事上映されるまで、私はあらゆる努力を惜しまないと。これは俺一人だけの永遠ではない。皆さんの気遣いとこれから注ぎ込まれる限りない心血が含まれてる。さあ、永遠二重視のクランクインだ。フリーナ監督、現場はお任せします。ああ、みんな見てくれ。最初に撮るシーンは2人の重視が伯爵家にいる無邪気な時期だ。照明技師と道具係は現場のセッティングを、主演の2人は先にメイクをしてきてくれ。エキストラは立ち位置を確認するように。おお、フリーナの監督ぶり、ほんとに板についてるな。みんなちゃんと聞いた？後でカサグラみたいに撮影現場をうろちょろしないでよ。よし、行動開始だ。セットができたら撮影を始めるよ。この永遠で波のようにフォンテーヌを席巻しよう。ああ、いやその人々に衝撃を与えようって意味。水没させるんじゃなく、まだ少しトラウマがあるみたいだけど。とにかくオイラたちも何か手伝えることがないか見て回ろうぜ。ここに置けばええんか？もう少し左に。よっしゃ。平気やで。こっちは忙しないし。照明の配置って花火と似とってな。これがどう雰囲気を演出するんか想像してたらおもろいわ。確か旅人がカメラマンでパイモンがスクリプターちゅうやつやんな。ほんまあんたらにぴったりやわ。ん？おいらなら飛びながらカチンコを鳴らせて便利だからか。それもあるけど、うちが言うとるんはそういう適性の話と違って、あんたらはずっと一緒に旅しとるし、協力したら絶対息ぴったしやろ。何しろカメラマンはカチンコが鳴ってからカメラを回し始めるわけやし。そやろ？なんや、そうやったんか。永遠ってほんまに不思議やな。よいみやさん、あっちの照明もお願いします。任せとき、すぐ行くわ。ほな、ちょっと手伝うてくるし、話はまた後でな。こんだけぎょうさんの人が手取り合って永遠を取っていく感じ、ほんまワクワクするわ。よいみやはほんとどこにいても楽しめるんだな。なあ、おいらたちってよいみやの言うように息ぴったりなのかな。いひひ、そう言ってくれて嬉しいぜ。彩香からあなたの話を聞いたことがあります。子供の頃から仲良しだったと言っていました。話しかけないで。今君のアイメイクを考えてるから。物語の主人公に合わせるためにですか？この無邪気なシーンの問題を解決するためよ。私の目元のシワが深すぎるのでしょうか？君の目つきが疑い深すぎるのよ。相変わらず歯に衣着せぬ物言いですね。黙って。これが銃なのですね。銃の見た目を真似て作られたただの道具ですけどね。よくできてるな。本物の銃を見たことがあるのか？本や新聞でしか見たことはありません。これは写真からその比率や形状を参考にして作ったものです。撮影で必要な時は銃口に特製の火薬を塗ることで発泡時の火と煙を表現できます。つまり銃を撃った時の反動は役者自身が演じる必要があると。そうです。それから銃声も実は撮影後の編集で入れます。礼を言うベロニカ、どこから指導すればいいか分かった。だが銃の歯車と撃鉄のあたりはもう少し調整した方がいい。金属が擦れた跡を加えるとよりリアルになる。それと撮影前に毎回油で拭くと銃器が念入りに手入れされてるように見えるだろう。わかりました。さすがシュブルーズさん、普段から銃器をよく扱っていらっしゃるのですね。自分の銃器の手入れは日々怠らない。銃士にとってこれは食事や睡眠と同じく忘れるはずのないことだ。私も毎日自分の刀を手入れしています。その形と重さを熟知して自分の体の一部とするために。そうすれば肝心な場面で裏切られることはないだろう。そうですね。この点では私たちには似ているところがたくさんあるようです。2人は共通の話題を見つけたみたいだな。私が使っている銃はこの道具とは少々違うが、扱う上でのポイントは教えてやれる。はい、それではご指導のほどよろしくお願いいたします。まず最も重要な点、銃口は決して人に向けないことだ。本物の銃であれ偽物の銃であれ、銃が手の中にあっても机の上にあってもだ。敵に対する場合はまた別の話だが。わかりました。銃を構えるときは手をまっすぐ伸ばして肩の高さにし、目は照射と照星を通じて目標に狙いを定める。こうですか？まあそんなところだ。試しにセリフを言ってみろ。これがあなたの末路よ。体をもっと横にしてみてくれ。そうすれば敵から見える標的をより小さくでき、肩が楽になる。一度手本を見せよう。これがあなたの末路よ。ちょっと失礼します、千織さん。フリーナ監督、ご相談があるのですが。なんだい？こうですか？ずっと良くなった。どう思いますか？見えたよ。でも、本当にそれでいいのかい？君の言うことはもっともだけど。その方がふさわしいでしょう。そっか。そこまで言うならいいだろう。ほほん、綾華、シュブルーズ、こっちに来てもらえるかい？お、なんだ？今から撮影を始めるのか？行ってみましょう。何か？単刀直入に聞こう。シュブルーズ、この銃士役を演じてみないかい？正確には私の役をシュブルーズさんにお譲りしたいのです。でもお兄様。心配いらないよ綾華。これは私にとってかえって好都合なんだ。もともとは撮影の合間にどうにか時間を作ってパレメルモニアの人たちと関係を築き、文化協力を進めていくつもりだった。けどここの手続きは少々複雑らしい。役を譲ることで仕事に専念できる。それに私が人前に出て芝居をするのはあまり向いていないことを知っているだろう。本当によろしいのですか？監督の立場からも原作の2人の重視の関係には改善すべき点があると思っていた。劇中の兄は事件で主導権を握っていて血気盛んだ。これでは妹の役どころが抑えられてしまう。そうなると2人が支え合い寄り添って生きていくというテーマを表現できないんだ。でも2人の主役を年の近い姉妹に置き換えると、この作品はむしろ見応えが増す。そして綾華を指導する君の姿を見た、その冷酷で威厳のある風格はまさに銃士を演じるのにうってつけだ。もちろんそうは言いましても、最終的にはシュブルーズさんのお考え次第ですが。確かシュブルーズはこの小説が好きだったよな。演じてみたいんじゃないか？この役を引き受けよう。よし、なら何も問題ないね。今すぐ台本の修正に取り掛かろう。照明、道具、衣装はすぐ役者に合わせて調整して。ああ、これはきっと原作を超える物語になる予感がするよ。シブルーズさん、ありがとうございます。おかげで大助かりです。それは言い過ぎだ。私はこの役が好きなのだからな。むしろ感謝すべきは私の方だ。お兄様のお考えがあってのことなら、私ももう心配しません。行きましょう、シブルーズさん。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。シュブルーズでいい。これで私が悩んでいたメイクの難題も解決してくれたってわけね。ご冗談を。それよりも公務のためですよ。よく言うわね。そんな理由じゃ私は騙されないわよ。綾香の言うお兄様は10の仕事を同時にこなせる人なんだから、他にも理由があるに違いないわ。そうかもしれませんね。綾香はずっと外に出てみたい、旅人さんのように自分の視野を広げたいと言っています。ですが私は、あの子には他国の異なる風景だけではなく、違った友人も必要だと感じています。ずっとお兄様がそばにいたら、友人はそう簡単にはできません。はいはい、お兄様は引き続き妹を甘やかしてなさい。お前がジューシーをどんな風に演じるのか見たかったのに。お二人ともからかわないでください。あなたたちも内心ではそんなセリフ、私には似合わないと思っていたんじゃないですか。ひひ、実を言うと全く想像できないな。ええ、パレメルモニアの方と後ほど会う約束をしています。こうして今は準備のための時間が増えました。カメラマン、スクリプター、役者は準備して、最初のシーンの撮影を始めるよ。行ってください。綾香のことは頼みましたよ。うん、安心してくれ。はい、皆様の作品を楽しみにしています。よし、各自持ち場について、このシーンのポイントを簡単に説明するよ。これは2人の主役がまだ伯爵家に住んでいた時の出来事だ。彼女たちは家族にのけ者にされ、ひどい言葉を浴びせられていたが、何が起きているのか理解できていなかった。この無邪気さはきちんと頭に入れておくように。シュブルーズは姉のチューリップ、綾香は妹のアイリス役を演じる。カメラマンは重要なシーンで主役をアップで映して。じゃあ全員静かに、3、2、1、9。ほい。姉さん、お母様が出かけてからもうだいぶ経つわ。きっと遠回りしてお花を摘みに行ってるのよ。お母様はお花が好きだから。アイリス、チューリップ、ただいま。お母様、ずっと帰ってこなくて、私も姉さんもすごく心配したのよ。ごめんごめん。でもちゃんと帰ってきたでしょ。ほら、あなたたちの大好きなアップルパイ。お母様、その手のあざはどうしたの？きっと昨日お仕事の最中にうっかりぶつけたのね。でも朝はこんなあざなかったわ。じゃあきっと外に出てた時にうっかり転んじゃったのね。それよりお家で楽しく遊んでた？はあ、どうしたのアイリス？実はみんな私たちと遊んでくれないの。しかもアイリスの人形を取ったり、私たちに唾を吐いたりして。私たちの悪口を言うの。その大丈夫大丈夫よ。いいこと、娘たち。誰が何を言おうと大したことじゃないわ。つまらない言葉であなたたちを決めつけることはできないの。あなたたちの人生はちょうどあなたたちの名前のようにこの上なく華麗な花のようなものよ。今はまだ開いていないつぼみかもしれないけれど、いつか何よりも美しく咲いてくれるわ。今の土壌に将来咲き誇る花をひねりつぶされてはならないの。分かった？私の可愛い娘たち。役者の情感もこもってた。これはキープしておこう。ああ、それからスクリプター、次からカチンコを打つときは声を出さないで。あ、わかった。よかった。さっきの自分は緊張しすぎていたのではないかと心配だったので。シュブルースは？私は別に何も。セリフはそう難しくない。監督が手を加えてくれたんだろう。お二人とも演技がお上手ですね。初めて永遠に参加されたとは全然思えません。もう少し自信を持ってもいいですよ。励ましのお言葉ありがとうございます。さあ、役者は位置について。もう少し別のアングルを試してから次のシーンに移ろう。ここは主役の二人が家に帰ってきて母親が殺害されているのを発見するシーンだ。準備はいい？ 3、2、1、9！ お母様、ただいま。お母様、いないの？どうしたの、姉さん。アイリス、来ちゃダメ。どうして？お母様！姉さん、お母様はこのティーカップ、毒が入ってる。このカップのデザインが、あの貴族ども、隠そうって気もないのね。アイリス、ここを出るわよ。ここを出る？お母様はもういないのに、私たちはどこに行けば？どこだっていいわ。私たちはこの家から離れなきゃ。でも、まさかあの人たちに。復讐してやるのよ、絶対に。でも今じゃない。行きましょう。あ、待って。お母様の亡骸をこのままにしておくわけには。せめて胸元にローズを一輪置かせて。私たちお母様にこれを買うために出かけたんだもの。分かった。さようなら、お母様。この仇はきっと打ってあげるから。カット！お見事、素晴らしい演技だよ。めっちゃびっくりしたわ。彩香ちゃんもすごいな。その涙はほんまもんか？どうやって流したんや？私も驚いた。お褒めいただきありがとうございます。実は監督の Q の合図が聞こえた後、何も考えずに純粋に物語の主人公の気持ちだけを感じ取って、そこに溶け込むよう自分に言い聞かせたんです。これは剣の稽古での心構えと似ています。何も考えず、目の前の全てを感じることに集中する。この子、もしかして天才役者なんじゃ。みんな静かに、次のシーンを始めるよ。二人ともご苦労だったな。シュブルーズもな、いい演技だったぞ。ああ、この小説は何度も読んでいて、主人公の心境はもう十分理解してるからな。それでどうだ、昨日の私の頼みを覚えてるか。お、楽しすぎて忘れるとこだったぜ。事件の手口が物語と似ているって言ってたよな。具体的にはどこが似てるんだ？物語の主人公は成長して、二人とも銃士になり、毎回銃を使って復讐する。また、遺体の上にレインボーローズを一輪置いて、我々は戻ってきたというサインを残すのだが。その通りだ。鋭いな。小説と同じで、現場にはレインボーローズが置いてある。え？それは確かに気がかりだな。特に今日の台本を読んでからだと、おいらでさえ何か裏があるんじゃないかって思えてくるぞ。旅人はどう思う？お前は頭がいいし、ここはお前の判断に任せるぞ。ありがとう。フォンテーヌ特巡隊を代表してお前の正義に感謝しよう。そうと決まればぐずぐずしてはいられない。今すぐ調査に出よう。ついてきてくれ。え、今からか？一日中撮影してくたびれてるんだけど。価値のある情報は日が暮れてから姿を見せることが多い。海の孤島のようにな。気力を奮い起こさねば深い霧の中ですれ違ってしまうぞ。私の好きな本にそう書いてあった。で、今からどこへ調査に行くんだ？まず部品を変える工房に行こう。犯人が銃を自作していたら、そうした場所に立ち寄った可能性は高い。